大隈重信は総理大臣を2回務めた明治大正時代の政治家です。早稲田大学の創設者としても有名です。佐賀藩出身で明治維新後も政治の中心で活躍。しかし、明治14年、政府内の薩長勢力と対立して経営し、翌年に東京専門学校、後の早稲田大学を創立しました。その後、外務大臣になりますが、 欧米との不平等条約改正の交渉の中で国内の激しい反対を受け爆弾テロに遭い片足切断の大けがをしました。明治31年1898年には日本初の政党内閣として首相になります。しかし4ヶ月で総辞職、明治40年に一旦政治を引退、早稲田の総長や全国を講演して回りました。そうした 講演会の一つが、この、我が輩の知識吸収法です。傲坦な性格で、民衆政治家として人気が高く、大正3年、1914年に、二度目の首相になりました。その性格と人気ぶりは、この朗読からも伺えます。我が輩の知識吸収法、大隈重信。大隈は、耳がくもんだろうというものがある。 日々幾十人の人に面接しているから、大熊は耳学問だろうというものがあるようだ。実際耳学問であるか、そうでないかということは、まだしかと考えてみたことはない。また考えてみる必要もなかったが、とかく耳の方で聞いたのは、ろくな学問になっていないことは事実だ。一体学問というものは、目でも耳でもいずれでもできる、はずのものにそういない。学生は、 主として耳で学問をしている。彼の教場において講師の講義を聞くというのは、これこそ真の耳学問である。そこへ行くと我輩は耳学問のできる方の性質だと思う。というのは我輩は元来工場で短気で、なかなか人の話などをうんうんと傾聴することをせぬ。どうも人の話を聞いているのはまだらしくてたまらぬ。それであるから大主が誰でも構わぬ。 お先にごめんをして、こちらからさっさと一人で話し出すのである。我が輩は、主事な方面の連中に会う機会が多い。まず日に随分主事な連中が見える。それだから耳学問をやろうと思えば、それはできそうにもあるが、ところが今言った通り我が輩が人の話を聞かぬから、耳からの学問は、あまりない。しかし我が輩は、全く耳を使っておらぬというのではないが、 ただ使うのは口ばかりだ。それでは、耳の学問でもなければ、また目の学問でもなく、口の学問になってしまう。まずこんな風であるから、我が輩は考えてみたわけでもないが、耳からはあまり学問していないと思う。しかし我が輩は、耳はあまり使っておらぬ。それで、海外からの新規調査の見上げ話は、大いに耳学問になるだろうという人がある。 それはこちらで注意して聞いていたなら、あるいは耳が問になるかもしれないが、我が輩が土産話も聞きはしない。土産話をしに来るとこちらから逆に海外の話を聞かしてやる。我が輩の段が果たして当たっているかどうかは知らぬが、構うことはない。洋行帰りの先生に海外の話を聞かしてやる。こんな調子でお土産はとんと頂戴はせぬ。頂戴しないどころではない。 お土産にのしをつけて返してやるのだ。ところで、若い自分はどうであったかというに、若い自分から我輩は強情張りで、人の話などは聞かなかったのである。何でも二十三、四の頃からは、一人で、先生気取りで盛んに公爵を聞かせて、今日まで押し通してきたのだから、口は随分使っている。しかし耳はあまり使っておらぬ。もちろん暇さえあれば我輩は書物を読む。 それなら書物は読んでおるかと、もちろん暇さえあれば、書物を読む。暇さえあればその間、酒でも飲んで騒ぐというようなことはしない。それよりか読書をする。また我が輩は園芸に趣味を持っているから、暇があればまず庭園を歩き回ってみる。思考してなお、暇が得られれば、今度は読書をするという風うにしている。実は知識をうまく活用していくのである。 一体我が輩のところへは、あまり礼利なものは来ぬ。それだから我が輩が一人で話してやるのだ。こういう風であるから、なんで人から知識などが得られるものか。よしまたいかに礼利なものが来ても、我が輩が耳を傾けぬからダメである。人の話は注意して聞いたらよい。学問にもなるだろうが、我が輩のごとき、短期な強情者には、耳学問は誠に不適当である。次に、 書物は読むべきものであることについて一言しておこう。読で社会と遠ざからぬように読書が必要である。時代の真運というものは、冷酷極まるもので、自分と一緒に書けるだけの力のないものをば容赦もなく振り捨てて、ずんずん変転していく。見たまえ一時は相当の聖望、信用あって世上にもてはやされた連中でも、いつとはなく、社会と遠ざかり、 全然時勢遅れの骨董物となり下がりて、辛くも過去の打力によりて、旧置を維持しているものや、その打力さえ突き果てて、生きながら、社会より埋葬せられるごとき、卑怯に沈臨するものの多いのは、卑怯、この時代の真運に伴うべき気力と知識とが、欠乏しているからである。されば癒しくも、社会の表面に立ちて活動線と保するものは、政治家であれ、実業家であれ、 教育家であれ、絶えず時代の数勢に着目して、その象徴を変遷に応ずるだけの新知識を収容するに努めねばならぬ。それはもちろん読書が必要である。しかし、何ほど読書が必要だからといっても、実際社会に活動する者は、反撃多忙なる中に、霊静の余暇を尋ね出してやるのであるから、比喩書斎に閉じこもって、書籍と首っ引きをする。 専門学級の真似をするわけにはいかぬ。彼は実際の必要不必要に頓着なく、純然たる研究的態度を持って隅から隅まで詮索するけれども、これは実際の必要を限度として、大体の知識を得るに満足せねばならず。彼はどこまでも書籍を縦位に置き、書籍の上に養われた眼目を持って、社会を眺め渡さんとするけれども、これは事実を本位に置き、 事実によって教えられた経験の目を持って書籍を見下さんとする双方のやり方が根本よりして違っておるのである。現代の青年にはこの悪い習慣がある。厳格なる意味において言えば、この事実本位の読書法は無論変則的であるかは知らぬけれども、実際のかつ知識を収容する上においては、書籍本位のそれよりも有効である。我が輩らの育った 旧幕時代には、各半とも、御儒者というものがあって、読書公爵を専業とし、口癖のように、秀才へ一を説いていたけれども、その言うところはただ書物の上の詮作にとどまり、じっとも実際に接触しなかったので何の役にも立たず、儒者といえば、阿弘者の異名のごとく、思わせたものだが、今日の進学問は無論、昔の儒学などと同日に論ずべきものでないとしても、学級先生が、 書籍本位の読書法は、ややもすると、実際にかけ離れて、空想縁の塀に流れる傾きがある。そこになると実際的活動家が、社会の事実によりて得たる経験と修練とを基礎とし、その力によりて読書するのは直ちに事実と、思想、経験と理論とを連結せしめて、活発、発知の作用を成すことができる。ただこの書の人が読書せざるを病とする。 一体我が国の青年には、至って悪い習慣がある。彼らは学校にいる間はずいぶん勉強もすれば、読書もするが、足一たび学校を去りて、実際社会に出ると、書籍などは、一切束ねてしまって振り向いてみず、その癖不健全なる娯楽にはずいぶん浮き味をやつして、これがために、心身の打ち壊れるを知らず、と隠するうち、社会の新運に振り捨てられて、無用の寵物となってしまうが、 いいいずれれもそれほど難しいことではない新刊書なり新聞雑誌なり時代の数勢を知る者を備えて業務の暇に新知識の吸収に努めたならどんなものであろうか我輩は年老いたりといえどもまだまだ今の若い者などに遅れを取らぬつもりである。